ざいます。おはようございます。おはようございます。です。サンちゃんです。部長です。さんに合わせて、ミンゴとゴルフです。全然そばへんな。今日も2本目。2本目やから、だんだん絶好調できる。テンションも。すっきりしたしな。最高。で、今日もレッスン動画、やっていきます。です。マイク入ってます？入ってる。毎回確認するやん。まあ、今日もやん。ボンスなんか音声トラブルに恵まれてる。恵まれてる。逆やな。恵まれてない。音声に恵まれてない。音声に恵まれてない。引き離されてるチャンネルやから。それでやっていきます。今日は？はい。はい。何をやるんですか？アプローチやって。アプローチ。うん、はい。サンちゃんのアプローチを見て、まあ、レッスンしていきましょう。はい、で、まあ、さっき部長にもカメラ回る前に、サンちゃんってアプローチどうなんて聞かれたんですけど、覚えてないです。動画撮るのがラウンドの時は必死で、まあ、あれは、うん、しゃあない。灼熱と、もう2人でカメラ三脚渡し合ってやってるから、もうアプローチ見てる、アプローチ限らずに。うん、そんな暇ない。ちょっと一個一個見てる暇はないから。たまにピャーンってシャンクすんの見たけど。しだっけな。そう。ピャーンってしたの見たけど、でもそれ以外は、なんか、そつない感じやけどな。逆に、まあ、こうやってレッスン動画やからこそ、練習場でじっくり見て、ね、で、問題点をね。サンちゃんと、多分絶対共通の打ち方とか悩み、アプローチで持ってる人がおるから、今日レッスンするアプローチの内容は、まあ、またこれもドリルになるんですけど、どんな打ち方の人でも、絶対に全員共通して良くなるドリル。これはめっちゃ期待値高いぞ。だからもうガンガン期待してください。これで上手くならんかったらゴルフやめてください。いや、言い過ぎや、それ。ただの練習不足やと思う。あ、なるほどな。で、これも家でできるし。あ、それいいね。別にパターンマットの上でアプローチ、スウェアで飛ばす練習でも、そのドリルやったら身になると思うんで。神回の予感。神回やね。神回の予感。もうすでに。結果が出ない。頭をごめんなさい。はい、くじょくか。それでは、いきます。ショー。じゃあ、はい、今もらっていくのが56度かな。はい。これで、まあ、さんちゃんは60度持ってたんや。ああ、なんか言うな、ひーん。60度なくしたんで、これをまた、ピカつき編。そうそうそう。そう、見てください。ぜひ。めっちゃ3本入れてんのに、高槻のおじさんにパクられて、どっか、ロストした。ロストした。56度でも、58度でも、うん、基本アプローチ、予選に使っているクラブを皆さん選んでください。はい、で、基本、これが別に52度になろうが、ピッチングになろうが、9番になろうが、アプローチっていう打ち方の今からドリルのレッスンやから、どの番手持っても全然打ち方は同じでいけるから、はいはい、今日はまあ一般的な56度を使っていきましょう。はい、まず、15ヤードぐらい落とすような感じ、はい、でちょうどここの練習場に15ヤードっていうのはないけど、まあ、大体15ヤードぐらいの振り幅、はい、まあ、腰から腰ぐらいかな、はい、だから腰から腰ぐらいの振り幅でちょっと何球かアプローチしてみましょう。はい、サンちゃんのアプローチまじまじちゃんとじっくり見るのは今日が初めて。じっくり見たろう。あ、そんなあれ、じっくり見たろうと。なんかテーマのやつ30飛んどるこれ40飛んでる。ちょっと待って、15ぐらいで40飛ばす人おる。あと何球か。なるほど。あ、意味、ああいうのが出てくると思うか。で、今最後マントップしたんですけど、結局、悩みが多いのはトップ、チャックリーで、すくう下をすくいすぎる、うん、で、それをまあ根本的から一撃で直してみたいな。一撃で、これはサンちゃんの打ち方を直したいんですけど、今サンちゃんってちょっと今ヘッドをインに入れすぎて、インから入りすぎて、まあ、トップしたり、すくったり、チャックリっていうのが出やすくて、で、まあ、インから入ってきてるっていうのも原因なんですけど、一番の原因は、最初にこの作ったこのアドレスの形が、崩れたりしたら、やっぱりチャックリトップ、すくってしまうっていうミスが来るわけ。
最初の形を崩れる。なんで崩れるかっていうと、これ一番多いんですけど、手首を崩れる。みんな、あの、ちゃっくりトップする人は、最初に作ったここの角度を変えすぎなの。この角度がずれた時点で、アプローチっていうのは、いいアプローチができない。で、プロの試合とかを見ても、結局、いい選手の切り抜きやから、編集で。だからやっぱり、ちょっとピンチの場面のスーパーアプローチとかをテレビでは放送されがちやけど、試合に行ってもらってる方は分かると思うんですけど、基本みんな、そんな派手な技せんと、足を使って転がして、ピッチエンドランで寄せていく、転がせる状況やから。だから変にこう開いてとかはいらんし、手首を使うっていうのもいらない。サンちゃんは手首使いすぎて最後トップってのが出るから、手首を使わんドリルを今日やっていきましょう。はい、はい、じゃあ持ってで使うものはじゃじゃん、タオル。でどう使うかって言ったら両脇に挟むんですよ。はい、こう、こう両脇に挟める長さやったらどんなタオルでもいいです。で基本つながってるものがいい。これがヘッドカバーとかを単体で挟むのはよくない。ああなるほど。でこういうのを前から挟んでアプローチ。で これはじゃあ何かというと、両脇を挟んでこれを落とさないようにすることで、ここの最初に作った三角形をキープしながら打てる。なるほど。でこの三角形キープことはここの無駄な動きを軽減させる。OK?、うん、OK。でこれを挟んでちょっと打っていきましょう。ええ、まあ、言われた通りにできるっていうのこれやる。サンちゃんドリル名考えてな。何やったんやこれで。そう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 、そう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 。お、ええ、入したぞ。これいきなり初球からええ入りした。そう、綺麗、ナイス。いい入りするやん。で、ショットでもこれはめちゃくちゃいい練習になる。ああ普通のアイアン。アイアンとかまあ9番アイアンくらいで、ただフルショットはできる。これです。フルショットで、タオル挟みながらこれをフルショットしようと思ったら、開いたあかん開いたあかんでシフトがこうクロスしたりするから、この練習はアプローチとハーフスイング、ハーフスイングまで。これは絶大な効果がある。なるほど。じゃあ、あと何球か打ちましょう。
いい家でお手軽でできると思うので、家のあるもので練習場でドリルとしてできるんで、ぜひあのアプローチの打ち方がわからん人、よく他の YouTube とかでも手首を使うなとか、体で打てとか、足で打てとか、肩で打てとか、腹筋で打て、いろんなパターンがあると思うんですけど、実際どう、それはもう何ぞやと。腹筋で打てって、じゃあ腹筋だけで打てるわけないやんって。じゃあ逆を言えば、こういうのを挟んで、手を暴れさせへん状況を作ってしまえば、勝手に体っていうのが動いてくるし、サンちゃん、実際も入りが良かった。いい入りよかった。っていうトップ着くりっていう原因は、手首が悪さをするってこと。悪させへん、させへんための練習方法であり、こういうドリル。ドリル名。タオル、脇。SM ドリル。いや、もうちょっとソフトに行こう。さらしドリルにしよう。さらしドリル。さらしドリル。そういうことな。さらしね。はいはい。さらしみたいな。あ、オッケーオッケー。ブラジャードリル。そうそう。ブラジャードリル。そ, それでいいよ。そんなあかん時代やねん。ああ、そうやな。もうあかんだ。さらしドリル。さらしドリル。うん、タオルのサイズは脇に、両脇に挟めてもいいんでもいいんで。これちょっと全然。これはもうだろう、ラウンドの両方のツアープロとかがバックにかけるやつのサイズやったから。自宅のフェイスタオルぐらいのサイズでも多分全然いけると。脇に挟めたらいいんで。うん、このさらしドリル、うん、ぜひやってみます。ただ、うん、これだけじゃ多分ちゃっくりがトップっていうのが完全になくなるわけじゃないんで、うん、それは次回完成版をまだあると引っ張ります。もうストックいるんで。あ、まあ確かにね、リアルな話してないよ。全然リアルに、あの足りないんで、なかなか3人が集まることもないんで、限界に引っ張っていきます。なんで小出し小出しで、はい、小出しでいきます。あのその次回の動画まで、ね、うん、ガンガンさらしドリルをこすり倒してみてください。ぜひぜひ、はい、自分もやります、これは。はい、次回これの究極編を、究極アプローチ編をやるんで、神回次回またハードル上げたわ。究極編、神回次回やったわ。神回パート2。そうです、うん、とにかくやってくださいこれ、うん、はい、じゃあ最後、はい、ご視聴それでは皆さん本日もありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。見事ゴルフでした。どありがとうございます。